どうも、和歌山県住みます芸人ワンダーランドです。ということで今日はソアレ公開初日ということでジストシネマ和歌山にやってきました。ジストシネマ和歌山、ソアレのポスターに監督や小泉京子さん、中西二郎さん、大春香さん、大原康介さん、サインがあります。では今から行ってきます。参りました映画ソアレ、はい、村上虹郎くんと、妹春香さんの、ね、まあ、2人の逃避行を描いた映画でしたけども、実際の感想は、重くて最後ふっと力が抜ける、そんな映画でした。つまりいい映画でした、はい、楽しかったです。ある事件をきっかけにですね、まあ、2人の逃避行が始まるんですけども、まあ、僕から端的に言いますとですね、どうしようもない男とどうしようもなかった女の子の話、お互いがお互いを救えたのかなぐらいですかね。とにかく、まあ、余韻に浸ったので、こうやってパンフレットも買ってしまいました。はい、いやとにかく、前半は日高や御坊エリア、紀州の自然が、すごく綺麗で、後半は和歌山市の、まあ、夜の部分といいますか、そういうところが描かれてて、和歌山県民にとっては非常に見応えのある映画になってたんじゃないでしょうか。3部作ね、前田プロデューサーの3部作全部見まして、チョキ、そしてロクジラで最後このソアレと、まあ、一応3部作和歌山3部作しっかり見終わりまして、この3部のこのソアレが僕の中では一番、気に入ったんかなと、そんな感じでございます。非常に表現としてはまっすぐで、刺激的な、描写もそのまま出てますから、お子さんと見る場合は少し、配慮が必要かと思いますが、大人の方ぜひ和歌山の皆さん、見てください。僕は一切出ておりません。はい、出たかった映画ソアレ、すごくいい映画でした。